男の意地、よし絶対行け。よっしゃ、クリア。皆さんこんにちは、まもるです。ちょっと聞いてください。ですね、僕高校の時ぐらいからテニス始めてるんですけど、高校の時から始めてるとやっぱ力があるんですよ。で、力があるってことはもうすごく力んじゃうんですよね。で、力むのがすごく悩みで、どうすれば解決できるかなってすっごい考えてたんですよ。そしたらですね、僕のコートの隣のコートで、まあ、ちっちゃい子すごく練習したんですね。ラケットとガンガン振り回してるんですけど、すっごい力ができるように見えて、研究したんですよ、なんでだろうなみたいな。そしたら分かったと。でそれなんでかっていうと、手の力が入らないんですよ。入らないぐらいに重たいラケットを振ってるから自然に脱力してんじゃないかなと思って、どん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 重たいラケットにして、回転って600グラムぐらいまで使ったんだな。それで手打ちができるようになったっていう話なんですけど、まあ、ということで今回はこの怪力の私ならどのぐらいの重さのラケットまでを振り回せるかっていうふうにちょっと考えてみてください。まあ、普通のラケットは 300g ぐらいですし、まあ、重くても 340g ぐらいですかね。その答えはこの後わかります。それでは VTR いきましょう。はい、まずは普通の重さでのデモンストレーションになります。このラケットは 300g で、ラケットの面の大きさは100インチ、一番オーソドックスなラケットになりますね。はい、そしてですね、今回のルールを説明したいと思います。今回のルールは3回ラリーがついたらクリアとなります。さて、守るは何キロまでクリアできるのでしょうか。はい、じゃあプラス 100g から始めたいと思います。今普通のラケットって大体 300g なんで、そこからスタートして、今これが 400g ですので、はい、行きましょう。はい、じゃあ次は 600g になります。重りが3つつきました。なんかトゲトゲがだいぶ出てきましたね。これはあれだな、これが実際にやってたのと同じぐらいかも。これぐらいだったら余裕なんだ。はい、じゃあ1キロの重りをつけました。もうガチガチですね、これ。ラケット自体は 300g のラケットなんで 1.3 です。1.5kg、 1.5kg したらもう5倍近くですね。ラケットにします。もういよいよ何だか分かんなくなってきました。ダメだ、止まねえ。こういう形だな。あ、こうだ、これならいけない。走るのは無理だな。はい、いよいよ2キロの大台に入ります。重りはね、1.8 つけました。でこれにプラス 300g なので、まあ、2.1。 もういよいよやばいですね。はい、じゃあいよいよですね、ラケットの先にもつけて、これもめっちゃ重いんですけども、ラケットの原型がすでにないです。はい、これは 2.5kg プラスしてるので、だいたい 2.8kg、 3kg 近いですね。めっちゃ重いです。まあ、でも僕のパワーだったら余裕だと思います。やばい。頑張る。よし。よし、リーチ。集中、集中。よし。カモン。はい。
2.8 キロになりました。もう超重いです。両手じゃないと持てないぐらいのレベルです。超人じゃないと持てないと思います。やべ、絶対男の意地を見せるわ。男の意地、男の意地、よし、よっしゃ、クリア。はい、じゃあ次は重り3キロでラケットの重さは 300g、 3.3 キロ、約11倍のラケットの重さにこれでなりました。まあ、いよいよやばいかもしれないですけど、頑張ってきます。やばい、3キロ。パンパンなんだけど、足。